本当に厳しくですね、コントロールっていうことをですね、やって、QKGB とかそういうのをお客さんにいるんで、まあ、そういうのを使ってこう、ことをやっていくと、まあ、非常にこう、もともとあった関心とかそういうものが活性化するっていうことはあると思います。ただ、その、さらに仕方によっては、逆にそういうものをですね、まあ、調和的にうまく活用するっていうのがあったりできると思います。もう、さらに仕方です。一番初めにその、まあ、ウズベキスタンにおいて、官主経済が活性化した理由っていうものを経済が、混乱したっていうことを、おっしゃったような気がするんですけれども、活性化したというよりは、まあ、注目されるようになった、注目されたより多く使われるようになったっていう、それとも学術的に注目されるようになった、まあ、だから、まあ、教育によって、まあ、使われるようになったことが、まあ、あると思います。なるほど。はい、それで。で、その、例えば、その、その、経済の混乱っていうのが、まあ、その世界のいろいろな地域で起こるわけですけれども、その、必ずしも、どの地域においても、慣習経済が、活性化しているとは僕は思わないですよね。で、なんかそのウズベキスタンで慣習経済が活性化した理由っていうのが経済の混乱の他にも 何がしかの例えば、宗教民族的宗教とか民族的な慣習っていうのがすごく根強くあるとか、そういうものが何かあるのかなっていうふうに思ったんですけども、どういうふうに。ウズベキスタンの場合は、そういう、まあ、その独立以降、そういう民族文化の特徴とか、そういう機運をですね、まあ、あの作り出したというのがあったと思いますね、確かに。そういう、ただその、全部それだけでやったかというと、どうしてそうだなと、例えば問い、それで問いは確かに。大きくなったかもしれないですけど、今は逆にその縮小するようにして、今度は教育されているように、指示が出るような感じで、そういうまあきっかけとしては、それが政府の結果だったかもしれないですけど、ね、その後、まあ、どうなるかっていうのは、結構、下から決定される